どうなるかちょっとあれですけど、まだ確約はできませんが、はい。これ静かだし、トラックとして使うにはすごいいいんじゃないですか。いや、乗り心地いいよ、これ、ね。このワイパー、すげえ。これ今からサイバートラックが出ます。そう。おお、やった。これ。あれ本当にあるんだ。動いてるサイバートラックは日本で初めてです。今日ね、今日辻さん運転してくださいよ。え、運転していいの？そう、今までね、あのこうイベント会場に展示はあったんですけど、今回動くの初めてだから。だから公園通りで僕は見たんですけど、あの時は見ただけだもんね。うん、そう今回はこのサーキット飛ばしていいと。一回全体撮ってみてよ。そうですよね、どんな車かね。これすごくない？そう、そしてちょっと大塚さんにどんな車か教えていただきましょう。ね。これはどんなジャンルなんですか？はい、アメリカでいうフルサイズピックアップのカテゴリーになります。これアメリカ人が好きなピックアップの未来系ですよ。はい。でね、これあの横幅いくつですか？横幅は約 2.4 メートル。2.4 メートル、はい、長さは？長さ、5.7 メートル。やったー絶対うちの車庫に入んないな、これもうこの辺でシャッター閉まるでしょ。いやだ、ね、2トントラックだよ。いや、そうだ、ね、ちょっとカメラさん、これ一周回りましょうよ、ね、これもね、最高で僕気に入ってるので、ちょっとこれ見てください。タイヤでかいよね。ほらほら、タイヤ見て、ほら、これタイヤサイズよくわからない。何インチですか、これ？ホイール材は20インチになります。で、ね、これはステンレスですね。ステンレスみたい、はい、これ普通ステンレスってあれですよ、昔で言うとデロリアン。あ、そうですね、デロリアン。もう今日ね、日差しすごいでしょ、むちゃくちゃ暑い。もうこれお風呂ですね、お風呂。お風呂ね。でこれ、まあ、カメラさんもう一回ここから回ってください。ほらほら、そしてこれすごいね、形がかっこいいね。ほらこれ、これこちらを押していただくと、ちょっと押して開くの、はい、開くの。カメラさんお願いしますよ。開くの、うん、ほら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 、出た出た出た。お、ピックアップかっこいいな。そして今度これも、はい、そちらも手前のボタンで。え、手前押してください。あ、そうなの。おお、これですよ。ピックアップすごいじゃん。これでやすらやな、アメリカだとクリスマスツリーとかね、バンバン入れて。めちゃかっこいいじゃん、ね、これすごい。ほら、ああ、もうかっこいい。かっこいい。これ締めるのは？あ、手動です。手動じゃない、手動で。はい。そしてこれほら、これウインカーは両サイズですよね。はい。はい。すごい。え、テールライトはここってこと？そこが1本でピュッと、はい、赤く光ります。はい、電気ちょっとつけてくださいましょうか。はい、どうなるのか。なんかもう折り紙みたいですよね。折り紙、そうだ ね、そうそうそう、かっこいいな。いや、本当折り紙だよこれ、うん、これテールライト、あ、ついた。なるほど、横1本、うん、あ、ブレーキ、ブレーキ、なるほど。夜は、夜間は、夜間これ、夜間これ、うん、あ、いいね、すっきりしてる ねすっきりすっきり、まあ、最近の流行のね、あ、一文字でずっと言ってる ね、 そう、はい、はー。で、ちょっと内装見せてください。はい、ぜひ、はい、平和、そちらを押していただくと、ここです。押すと、はい、これ開いて、はい、ほら、おで、ちょっとこっち側も、ね、後ろ、後ろ、後ろ、いいですか、じゃあ、うん、はい、でこれで、はい、ロボットだ、はい、ロボット、はい、音が。これでちょっと一回カメラさん5人乗りだ。ちょっといいですか、ね、5人乗り。ほらほらほら、ここで見てください、こんな感じになるんですよ。うわ、もうすごい、ハンドルちっちゃい。ハンドルちっちゃいね、うん、中もね、もうなんか外と一緒のような、うん、ね、ちょっとね、うん、斬新だよね。あ、そうそう、エッジの効いたっていうかね、うんうん、ちょっとじゃあ、はいはい、乗ってみてください。どんな感じ？なんかね、うん、シンプルにした F1 って感じ。あ、シンプルですよね、うん、でね、ここ実はフロントガラスがね、ここまであるのね、はい、フロントガラスがこの結構ここまであるから視界がいいんですよ、ね、非常に見やすい、うん、そうだ ね、 いいね、すごくいいですよね、うん。ではテスラ独特なね、シンプルにして、うん、モニターがまた大きいですね、うん、はい、17インチになります、こちら17インチ17。でもルームミラーすっごいちっちゃいですね、うん、これほとんど見えないと思います。何にも見えないよ。おそらくルームミラーじゃなくてそこで見れるんじゃないの。あ、そうですね、はい、うん、何にも見えない。カメラマークがありまして、カメラマークでね、はい、見るんだよね。カメラさんどう？めっちゃいいわ。いいでしょ。
そこから見るとね、すごくまた違う視界で、ほら、上がずっと見れるから。もうすごい、演出家テリー伊藤になっちゃった、今。演出家テリー伊藤が出ちゃってました、今。すげえ。すげえな、これ、この折り紙。いや、すごいですよ。折り紙だね。うん、これもう売ってんですか？北米ではこのまま、もう街を走っています。いくら？大体安いですよ。安いの？今ですと、まあ、10万ドルから。のところなので、はい、まあ、1500万円とか1600万円ぐらいのところからですね。はい、で車重は？車重は、2.9 トン前後ありますので、はい、3トンだよね、それなりに。でもあれですよね、あの、まあ、1500万ぐらいでしょ、うん、でさらにパフォーマンスの強いやつもあるんですよね。あ、一番高いグレードでそれぐらいの価格なので、安いやつですと、うん、まだちょっと発売できてないんですけど、だいたい7万ドルぐらいから、はい、じゃあもう1000万、はい、電気自動車にしたら安いですね。いや、思う、ねね、航続距離は大体500キロから600キロぐらいですね。はい、まあ、十分だよね。これどれぐらいですか、04っていうか。一番早いグレですと2秒台で、あ、2秒後半ぐらいで2秒、はい、F1 かい、F1 だよね、本当ですよね。でこれ全部このステンレスってことですよね。はい、ステンだよね。すごい。でなんか強いってことですよね。そうですね、はい、まあ、あまりね、叩くと怒られちゃうんですけど、銃弾も貫通しないとかいう。そうなの？そうですね、はい。そうなの？それも貫通しないほどの特殊なステンレス素材を採用しています。聞くところによるとね、このステンレスの厚さが、はい、日本 の、 あの自動車メーカーの人が見てひっくり返ったって。なんで？あまりにも厚くて。そうなんだ。でこんなエッジが効くことはなかなかね、うん、できない。プレスがすごいんですね。あ、そう、加工技術もやはり、ね、特に、ね、はい、この辺のね、この辺の加工技術ありますよね、はいはい、これはできないって言ってましたね。あ、そう、ええ、これどういうふうにやってるんですか？これは、エアロベンディング加工といいまして、空気の力で最後ギュッとこう曲げるような加工をやっております。で、ただこれまだね、日本でナンバー取れないじゃないですか、うん、で日本でナンバー取るとなると、例えばこの辺のエッジが強すぎるとか、うん、まあ、もちろん横のウインカーとかは問題ないと思うんですけど、うん、まあ、多少なんかね、まだ問題点はあると思うんですけど、ね、なるほど。これライズはどうやってつくんですか？これつけてみましょうか、はい、これまたセクシー、ね、うん、かっこいいね。なんかちょっとあれにも見えません、あの、なんか 西洋のさ、うん、お、騎士のお面みたいな。あ、確かに、あ、ついたついた。そうだよね、確かに騎士のこの、うん、あれね、フェンシングとかの、そうそう、こういうやつね。あ、あれっていうか、もっとこの分かる、西洋の騎士のやつね。こね、お城に住んでる、うん、これで見えるのかね、夜。あ、ポジションが上になってまって、ヘッドライトは下の方に。そうなんだ、はい、上はポジションだ。しかし斬新なデザインですよね、これね。そうですよ。もう一つすごいのがあった。何？ワイパー。でかほら、これ見て、ほら、え、一本なの？これほらほら、一本で、ほら、うわ、すっごー、うわー、このワイパー、え、すげー。え、これザッザッと動くんですよね。ザッ、今日雨降ってないからさすがにさ、うん、ワイパー動かしてって言えないけど、うん、すげー、すごい、うん、もうこれはいい。まあこれさ、正直言って今日本でもね、三菱とかトヨタとかさ、ピックアップ出してるじゃん、はいはい、全然次元が違うでしょ。次元は違います。だから次元は違う。これやっぱりね、イーロン・マスクさん、俺偉いと思う。これに反抗してくれるっていうのは。え、これって誰がデザインしてるんですか？昔からのデザイナーで、うん、フランツっていうデザイナーがおりまして、彼が、まあ、モデル3からモデル SX、うん、そしてこのサイバートラックも、うん、はい、デザインしてます。そうなんだ、はい、もう実力出してますよね。かなり。これだって普通日本だったら、うん、これ持ってったとしてもさ、うん、なんだお前デザイン学校の学生かって言われて。だってさっきの話だけど、うん、三角定規だけで作れそうだもんね。いや本当、いや本当にそう。ね、あ、でもすごいですね。いや、これすげえや本当に、ね。乗っていいんですか？今日は、はい、おお、運転は、運転もぜひしていただきます。いいですね、おお、この男でまた飛ばしますよ。それはもうほどほどにほどほどに。また調子乗るためですからね。いや、だって3トンもあるからそんな簡単はさない。ビッグアップなんだから、行きましょう、行きましょう、ビッグアップトラックなんだからさ。ほら、すぐついちゃうね、指紋が。いいね、すごい、もうロボット乗るみたいだもん、うん、ウィーンとか言って。いやー、すげえ、しかしな、この格好はすごいわ。すごい、うん、ピックアップトラック、本当にすごい。あとはリアソーダも来ますので。え、4輪ソーダしてんの？はい、 4WS ってこと？はい、4WS のステアバイワイヤーですね。はい、これは世界初ですね。はあ、
ですので、あのモデル3よりも最小回転半径が実は小さかったり、小さいんだ、はい。改造車買取専門店、改造車買取本舗、高価査定カスタムパーツ大歓迎。お手軽スマホ査定なら最短5分、改造車買取本舗で検索。行きましょう。お願いします。いや、なんか、いやすごい、いやこんなでかいのにさ、うん、4WS だから最初回転半径ちほら、おー、本当だ、かなり小回りは効きます ね、 あ、効くね、はい、っていうか運転席から前めちゃめちゃ長いですねこれどこまでっていうぐらいはあ、3トン5メーター6メーターだよね。土屋さん、はい、どうですか。まず、いや、まあ、なんか高いところに乗ってるから、うん、ちょっとしたトラックに乗ってる感じだけど、乗り心地はいいじゃない、しなやかで、うん、ねえ、ピックアップトラックって感じじゃないじゃない。ないですね。このタイヤは何なんですか。これはあのオールテレインタイヤですので、まあ、あのアクロでもどこでも行けるような。何インチですか。20インチの。20インチなんだ。うん、そんなにあれじゃないんだ ね、 ね、いや、だってエアボリュームが結構あるもん、ね、タイヤは。そうですね、外径は大きいです ね、 ね、うん、1500万。この1500万は安いよ。うん、これ静かだし、トラックとして使うにはすごいいいんじゃないですか。いや、乗り心地いいよこれ、ね、うん、乗り心地がいい。トラックの割には使ってもいいと思う。トラックの乗り心地じゃないよこれ、ね、ほんと、ほんとにこれはいいわね、しなやかで、うんうん、中広いですよね。うん、広い広い、なんか優雅がね。いや、ほんとに乗ってて ね、 ね、うん、すっげえな、しかし。だけどこのシンプルさがさ、うん、考えなくていいよね。確かに。ただこの iPad はめちゃくちゃ難しいよ、おっさんにはおっさんもどこ触っていいか分かんないもん本当に。いや、だけどこの 4WS いいな、ね、ハンドルの持ち替えもなく、もうロックトゥロックが、はい、近いので。ちょっとハンドルがなんか F1 みたいだもん。そうそうそうF1 みたいなハンドルね、うん、どうですか、ちょっと加速を上げた感じは。いや、 やっぱりそのテスラ3に比べたら重いじゃない、3トンもあるから、はいはい、だからドカーンってくる、そういう加速じゃないよね。なるほど。ほら、これ今全開なんだけど。ああ、これで全開なんですね、うん、ドカーンってくるそういう加速ではない。そういう車じゃないもんね。そう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 。でも大塚さん、もっと速いやつもあるんでしょ、はい、これ。この一つ上に、そのサイバービーストって言われる、うん、あ、そっか、サイバートラックの、サイバービーストって、はい、サイバービースト、名前が怖いらしい。サイバービースト。いや、これは優雅だ、優雅なピックアップトラックだよこれ。ああ、そう、うん、このロールの仕方にしてもさ、大塚さん、うん、土屋さん、うん、あれはどう、その大きさは。大きさも気になんない。なんない、うん、もう切って貼ったみたいな格好してるからさ、うん、気になんないよね。うん、あ、だけど優雅だなこれ。これ全開でこうだもんね。テスラ3の方がドンってくるよね。確かに、まあ、車が違うからね。そうそうそう、やっぱ3トンもあるから。これでさ、別にかっ飛ばしたらさ、うん、危ないよね。うんうん、そう思う。いや、でもこれだったらデート行ける。十分十分デート行けますよこれ。デート行けますか。行けます、行けます、デート行けますよ。いや、これ女の子喜ぶと思うよ。これ絶対モテるって土屋さん今買ったら。あ、そう、うん、買えないもん。六本木の帝王になりますよ。買えないもん。だって日本にまだ入ってきてないでしょ。そうですね。ね、そうだよね。入ってきたらすぐこれ、まあ、これはいけますよ。今年は無理だから来年だね、うん、大塚さん。いつになるかちょっとあれですけど、まだ確約はできませんが、はい。え、だってアメリカでも売ってるんでしょ。まだちょっと生産能力がちょっと追いついてませんで、はい。ですね。はいはいはい。さあ、どうでした、乗ってみて。いや、俺的には、うん、ピックアップトラックというよりは、うん、乗り心地は高級車。おお。うん。いや、だから高級セダンに乗ってるような乗り心地。うん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 、で、パワー的にはやっぱり3トンもあるから、うん、その。テスラ3みたいにドーンっていうこういう加速はないよ、うん、ただやっぱり3トンもあるくせにヒューって速いなって感じ。うん、うん、確かに最高ですね。いや、すごい良かったですよ、うん、いやだけど動くとは思わなかった俺。展示車両かハリボテの車が
その辺に飾って写真だけ撮らせて、はいはい、はい、皆さんご苦労様でしたって返してたのかなと思って、だから実際に走るとは思わなかった、それがすごいよね。すごい、このまま、はい、北米の街をもう走ってますので、ね、はい、早くね、日本でもね、走ってほしいね。ありがとうございました。ありがとうございました。今日はありがとうございました。1500万一周してきていいですか。いいですか。乗りたい。行きましょうか。乗りたいんだよ。私も一周だけ乗りたい、これ。あ、申し訳ない。乗りたいんだよ。マッチョ席の、はい。これは乗りたいでしょ。すごい。あ、でも乗ってるところ。テリーさん乗っていい？乗りたい。すごい。乗りたい。ここは開くの？開いた。はい。あ、大丈夫。ちょっとブレーキ強いというか。うわあ、これ冷蔵庫にできるね。そうですね。これはどうやってエンジンかけるの？もうね、もうこれでオンになってるから、はい、このままアクセル踏めると。これ？はい。それをシュッ。これでもうドライブに入りました。あとはアクセル踏んでいくだけ。おお。はあ、ほう。本当だ。わ、気持ちいい。あ、もうなんかさ、車運転してるわけじゃないな。でもなんか宇宙船を運転してるようなそういう雰囲気ですね。うわー、これはいいわ。おー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 おお。ブレーキもシュッとするんだ。回生ブレーキ。回生ブレーキ。これはこうで。そうです。回生ブレーキがあるから安心だね。このステアリングもさ、丸じゃないじゃない。はい。それがまたファンタジーだね。みたいです。いやいや、いい、いい、いい。いや、これ。パッドが、これが大きいから面白い。ケイちゃんも運転してみたら。ちょっと一周だけ乗りたいな。一周した方がいいよ。ケイちゃんもやっぱり評論家だから。一周だけ乗りたい。やっと、でもこれもさ、二度と乗れるかも。そうだよね。うわ、すごい。これなかなか乗れるチャンスがないからね。すごい。さあ、今度ですね。ケイちゃんがですね、はい、運転します。はい、乗ってみたいと思います。乗ってみたいなと思うよね。ちょっとこれはね、シートがね、もうすごくいいです。行きますよ。さあ、お願いします。行きますよ。さあ、ケイちゃんどう？滑らか。滑らかだよね。めちゃくちゃ滑らか。そうなんだよ。あ、よく曲がるわ。そうなの。あら、こんなに曲がるんだ。これはなんかトラック運転してる感じじゃないですね。ないよね。乗用車だよね。うん、全然乗用車。あ、結構回生効きますね。回生ブレーキが効いて、だから安心だよね。確かに。これだったら変な話、例えば箱根のね、ターンパイクとか、ああいうところでも全然楽しいし。すごい。これはいいわ。これはすごい。これは今ね、もうランボルギーニの石じゃないよね。いや、ほんと、これはなんか久々の感動。これはね、これはね世界史ですね。え、車乗ってね、感動することもこういう職業してるとだんだん減ってくるじゃないですか、ね、私たちもね。これはね、これ安いな。新しい乗り物、これ多分日本だと2000万ぐらいなんですかね、大塚さん。ちょっと為替も今あれですからね。あ、確かにね。まあ、500万ぐらい上がってね、色々つけるから2000万円これかもわかんないな。全然ハンドル持ち替えないで切れちゃうんだ。そう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 。すごいな。このまま、いや、びっくり。あれさん運転するじゃん。ね、いや、すごいいいよ。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、行ってみます。これは楽しい。楽しい。お知らせがあります。この度、アヘッドモーターサービスでは新たに一緒に戦ってくれる仲間を募集しています。モータースポーツはじめ、まあ、チューニングもやってるじゃないですか、はい、うちら。そうですね、まあ、車両販売からさまざまな自動車事業をやる中でモータースポーツをいじった経験が普
通にお客様にフィードバックされて、まあ、チューニングも含めて提案させていただいているんですけども、うん、まあ、ぜひうちらのチームに入って一緒に働いてみませんかということで、はい、そうですね、本当にね、AJRT の活動も通してですけれども、まあ、あとはね、テリーちゃんの車の話という、ね、そうですね、番組にもね、たくさんいろいろと協力もさせていただいてというところで、ここでしかできない経験皆さんありますので、ぜひね、振るってご応募いただきたいところでございます、はい、そして、ブレス、お、はい、板金塗装で、おなじみのブレスも一緒に、働いていただける仲間を募集しています、まあ、今もね、塗装部も板金部もね、稼働していますけれども、まあ、そうですね、はい、みんなでね、やっぱり盛り上げていきたいなというふうに我々思ってますので、はい、一緒にですね、楽しく働ける仲間募集していますので、はい、ぜひこちらをクリックしてください。特に今年はですね、チャンピオン取りますからね、皆さんチャンピオンの位置になりませんか、はい、中古車買取ホット、車買取専門店、高価査定はプロにお任せ、お手軽スマホ査定なら最短5分、中古車買取ホットで検索。車のことならアヘッ、ガスタムカー中古車販売買取ならアヘッド。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。